皆さんこんにちは、名古屋ボーカルスクール校長の竹葉でーす。こんにちは、どうもどうも。はい、今日はですね、1979年、またね、懐かしのあの頃シリーズということで、この曲やるのね、ずっと忘れてたんですよね。すごく私、好きな曲というか、まあ、得意な曲というか、あのよく言われているお箱というやつですね。はい、久保田咲さんの異邦人ですね。今日は歌唱分析していきたいと思います。久保田咲さんって、この曲って1979年に、発表されたんですけど、その後、1980年代まで活動されてたんですけど、今、久米さゆりさんという名前で、キリスト教のね、に入信されて、そこで活動してるみたいですね。うん。で、短大卒業してから、もうすぐタイアップが決まって、まあ、すごいことですよね。で、あの曲が、最初、白い朝とかっていうタイトルだったのが、まあ、いろいろなんかその CM のタイアップが、なんかまあ、外国で撮ったりとか、まあ、異国情緒とかがね、その頃流行ってたみたいで、プロデューサーの意向で名前がね、異邦人というふうになったんですけど、異邦人になってから、まあ、歌詞とかもね、結構変えさせられて、異邦人っていうタイトルも本人は嫌だったってね、後でなんかインタビューでね、お話しされてましたけれどもね。まあまあ、そういうのがね、意外に売れたりするんですよね。あの曲歌いたくなかったとかね。中森明菜さんも言ってましたよね。あの少女 A かなんかを歌いたくなくてでしたっけ、確かね。だけどすごいヒットしましたもんね。うん、まあね、何がヒットするかわかりませんけれどもね。そして今、彼女は62歳ですね。また最近、久保田咲さんっていう名義で、活動しようとしてたらしいですけれどもね。まあ今ね、こういう状況なのでストップしてるみたいですけれども。はい。まあこの曲ずっとね、やっぱり皆さんね、好きで、すごく語り継がれる曲だと思います。今日はね、やっていきたいと思います。はい。まず最初ですね、こちらです。はーい。しゃくりえ、いつものですね。しゃくりりはにゃーにゃーですね。上しゃくりがね、多いんですよね。うん、ですね。そしてビブラートは赤色です。まあね、久保田咲さんは歌上手なので、やっぱりビブラートが入ってますね。そしてフェイク、まあ、うん、っていうのがあるので、そういうのは星マークになってます。そしてブレスは V のマークで書いてあります。はい、それでは行ってみましょうか。まずね、A モルですね。こちらです。はい。子供ですね。まず A のしゃくりです。たちが、ここが上しゃくりです。たーを早くすると、たちがですね。で、がーでビブラートをしてください。で、ブレスをします。そら、これも上しゃくりに向かい、B のしゃくりしてビブラートブレス。両手をひーで、これでフォールをします。ローで B のしゃくり、ゲー、ビブラートブレス。はい。鳥、A、B のしゃくり役、上しゃくりもや、ビブラートブレス、夢、で、B のしゃくり、ま、で、上しゃくり、でも、で、また上しゃくり、も、で、ビブラートですね、ブレス、つか、上しゃくり、もっと、ビブラートブレス、してい、で、ビブラートルー、B のしゃくりして、ビブラートでブレスです。その巣が、上しゃくりたわ、ビブラートブレス。金の、また上しゃくり、おまでんの、またこれ、でんのになってるので、金のおまでんのですね、ブレス。何も、A のしゃくりしてから、もうで上しゃくりです。ブレス、知らないわーで、A のしゃくり、たしーで、B のしゃくりして、ビブラートです。で、ブレス、あなたにですね、なで上しゃくり、にで、B のしゃくりして、ビブラートです。ブレス、この指が、ビブラートブレス。届く、また上しゃくりですね。と信じて、ちょっとフォールをします。いい、ビブラート、たーで、Bのしゃくりして、ビブラートでブレスです。はい。じゃあ、ここまでね、皆さんで一緒に歌ってみましょう。じゃあ、いきますね。ワン、ツー、はい、でいきましょう。ワン、ツー、はい。子供たちが、空に向かい、両手を広げ、鳥や雲や夢までも掴もうとしている。その姿は昨日までの何も知らない私。あなたにこの指が届くと信じて
ていた。はい、OK でーす。はい、じゃあ次ですね。B メロです。こちらでーす。はい。B メロっていうか違いますね。これ、バーストコーラスなんですかね。まあ2個しかないですからね。はい。空とだで B のしゃくり、ビブラート、チーがでチーで、まあフェイクがあるので、星マークになってます。チーがでビブラートしてブレス。触れ合うビブラート、かなた、またこれも、星マークですね。たでビブラート、かこビブラート、から、で、B のしゃくり、の、ビブラート、たびびと、B のしゃくり、を、ビブラート、ブレス、よん、またこれ上しゃくりですね。でる、ビブラート、み、で、A のしゃくりして、ち、で、B のしゃくりで、ビブラートです。で、ブレスです。はい。じゃあ、ここ皆さんで行きましょうかね。はい。ワン、ツー、スリー。はい。空と大地が、触れ合う彼方、過去からの旅人を呼んでる道。はい、OK です。はい、またじゃあ、頭のやつに戻りますね。はい、こちらです。あなたにですね、たで上しゃくりです。にでビブラートブレス、とを、で、上しゃくり。で、私。B のしゃくりして、ビブラートブレス。ただの、上しゃくりですね、ブレス。通りすが、で、A のしゃくり。D で、B のしゃくりして、ビブラートしてブレスです。ちょっと、ビブラートブレス。ふり、リで、A のしゃくりです。振り向いて、ビブラートブレス。見ただ、上しゃくり。毛の違法。ジーンですけど、いい方でちょっとフォールしますね。ジーンでビブラートしてブレスです。はい。はい。それではじゃあこれ皆さんでいきましょうかね。ワン、ツー、はい。あなたにとって私、ただの通りすがり。ちょっと振り向いて、見ただけの違法人。はーい、オッケーでーす。じゃあ、ここ、皆さんでね、ふっと行ってみましょうか。さあ、私はお茶を飲みますよ。はい。え、これ、私生まれて初めて、買った。これなんて言うんですか？ステンレスボトルって言うんですか？もう、これ可愛くて今、超お気に入りでございます。はい。じゃあ、行ってみましょうか。頭から行きましょうね。つるっと行きましょう。ワン、ツー。はい。子供たちが空に向かい、両手を広げ、鳥や雲や夢までも掴もうとしている。その姿は昨日までの何も知らない私、あなたにこの指が届くと信じていた。空と大地が触れ合う彼方、過去からの旅人を呼んでる道。あなたにとって私、ただの通りすがり。ちょっと振り向いて、見ただけの違法人。はい、OK でーす。はい、今日はね、違法人やっていきましたが、いかがだったでしょうか？懐かしのあの頃シリーズということでね、結構この世代、まあ1970年代、80年代の曲をね、結構前もやってましたがね、この曲をすっかり忘れてまして、レッスンの時にね、生徒さんが、YouTube 先生、違法人やらないんですかって言われて、あーと思って。私やったつもりでいたんですけどね。
忘れてましたね。はい。異邦人アップできました。皆さんぜひね、この、箇所分析をですね、参考に練習していただきたいと思います。さあ、ということで、今日のね、箇所分析も終わりましたが、いかがだったでしょうか？いつもコメントありがとうございます。はい。これからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。ということで、今日の動画はおしまいにしたいと思います。それではまた、さよなら、バイバイ。子供たちが空に向かい。